はい。どうも、カムです。今回なんですけどもね、何をしていくかっていうと、ナーシーですね。はい。ナーシーの、無課金で、ドローンなし、グレランなし、M4 だけでね、ダメージとかキルを稼げる、立ち回りをですね、紹介していきます。はい。まあ、それではね、やっていくんですけども、僕、4本指でやってるんですけども、結構そのジャンプ打ちがね、やっぱりその強いんですよ。はい。いるね、早速グレラン。グレランいるね、もうやってんね、グレラン。A の方にね、行ってて、敵を迎え撃つっていう感じでちょっとやってるんですけども。いきなり操作ミス。さあ行きましょう。ここね、まっすぐ行ったらもう本当に僕のアーマーなんかガバガバなんで弱いんでね。宝に残ってる。しっかり下がる。やられちゃった。さあ、A で。めっちゃいるぞ、なんか。後ろにもいるね。いいな、雪 M4。 俺も惜しいぜ、それ。まあ僕はね、はい、ちょこっとなんか買うだけにも精一杯なんですけど。グレランぶち込んだら強いんやで。これは上がって、これ来るか。さあ、ここをしっかり締めていく。で、今やり合ってるんで、やっぱりそこをね、ここで上から、やっていきたいんですけども、ちょ、みんな早いぞ。俺でもやらせてくれや。いやーん、出た、グレラン。もう、ほんとに。好きやね、こういうの。よいしょ。あー、もういっか。マジでやめる、それ。もう、これさ、大丈夫か、これ。まあ。やってんね、君ら。出た、グレラン小僧。いや、あんまり個人への攻撃は良くないと思うな。そう。あんまり個人の攻撃はやめとこう。もうただの晒しになっちゃう。そう、あんまり個人の攻撃はやめておきましょう。さあ、ここね、やっぱりしっかり地形を利用して、高台からの攻撃っていうのがすごく強いんで。あれ、控えるか。さあ、降りて。いや、もう取れたでしょ。まだいるね。まだやるかい。ああ。グリランすっきゃね。オッケー。こっちにもいるね。これは生きてんのかな。なんでワイに攻撃するんや。これ上いるね。上、やっぱり上に立たれるとかなりめんどくさいんですよね。やってんねやってんね、君ら。いや、あっちもやりたいんですけども。
ちょっと、ジャンプ。あったー！お、よっしょ。なんか降りたぞ。まあいいや。さあ、しっかり一人やっていく。これ、登ってくるか。おお。オッケーオッケー。にゃー、ちょっと、ボンクレーみたいな声出たの、今。うわお。ほんと、きちいぜ、グレラーノは。あ、ダメや。もう、いつもこれでやれるよね、グレラーノで。上にいるよね。オッケー。いやー、もうほんまにグレランやめて、マジで。もう無理やって、こんなマジでグレランをやめようぜ。やる気が一気になくなるんだよね、ほんと。もう、無理、ちょ、これは無理、ほんまに。グレランやめるあるよ。まあまあまあ。ちょ、もう一戦行きまおう。もう一戦行きましょう。すげえな、今。拠点を取るのは大事ですけども。やっぱりそういうね。これはもうグレラン持ってんぞ。あ、ちゃう、グレランちゃうわ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。グレランやんけ、こいつ。もう、ちゃう。もうこんなんやって、ほんまにいつも。毎回こんなん。いいわ、マジで。やってんねん、おい。グレランやってんねん。別にやるなとは言わないですけど。高い台に誰かいるんですよね。よし、これ上に登っていこう。しっかり援護してあげる。まだ多分湧いてくるやろね。なんだなんだ、これ多分バレてるよね。多分上がってくんぞ。上がってくるのでは。やれた。ゴリラ、ちょ、もう、痛い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 。弾見てくれよ。弾がねえんですけど。よし、前方にいるんで。いいじゃん、M4。M4 強いよね。オッケー、とった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 。チクチクしてくる。
もうね、M4 持ってる人ならば、負けないですから。もう、いや、もう、結構カッコつけてる時にさ、そういうことされちゃうとさ、そう、別に相手がね、そう、M4 持っていても、ドローンついてても、くそ、こいつマジでさ、ほんまに。ファック!もう、ほんまにもう、あのさ、まあ、別に。クソだよ、こんな。ゲーム崩壊してんだよ、ほんまに。ゼータもグレラン。あいつには近づかんぞ。いや、近づきたい。グリラン、お前を削る。あいつは何してんの。いてえよ。なんで俺なんかした。マジで許さんぞ。やん。アドネラリンがあるから、なんでなんだ、試合しか。いいね、もうかっこいいね。あー、クソ、こいつ殺す。オッケー、まあとりあえずは。で、ジャンプ打ちなんですが、ジャンプ打ちなんですけど、ここをね、ここあるじゃないですか。そう、この操作、別にこの操作はほぼいらないですよ。で、どこで相手にエイムを合わせるかっていうと、ここのね、はい、親指ですね。はい、左の親指で、とりあえず僕はこういう風な、感じで合わせていってます。でも、微調整でここがありますけど、基本はここです。大胆の操作はここで合わせてます、エイムは。なんでね、そこをしっかり意識して、やりましょう。これジャンプ時、こういう感じね。はい。それでは今回、これで終わりたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。